西洋祭りでの再現西宮は、日本の古代から南北朝時代にかけて、伊勢神宮に奉仕した西洋の御所で、平安時代以降は、か神社の西洋を特別するため、西洋のことも指した。後者は、伊勢西洋や伊勢西宮とも称する。日本初期、朱神天皇記によれば、朱神天皇が王女、豊杉利姫命に命じて宮中に祀られていた。 アマテラス大臣を、大和国の重ね井の湯に祀らせたとあり、これが、採用の始まりとされる。そして次の水人天皇の時代、豊杉入姫の命にあたる王女、大和姫命が各地を巡行し伊勢国にたどり着き、そこに、アマテラス大臣を祀った。この時のことを、日本初期、水人天皇期は、西宮を、伊鈴の川上に共通。税を、急ぐというと知し、 これが、西洋の忌みこもるむや、すなわち後の西宮御所の原型であったと推測される。また、水認天皇記は、天皇、山と姫命をもって、三枝として、天照大臣に三ぎ立て祭りたもうとも述べ、以後、西洋は、天皇の代替わりごとに置かれて、天照大臣の三枝代として、伊勢神宮に奉仕したという。 ただし資料上は必ず置かれたかどうかは不明で、任期などもそれほど明確ではない。陽明天皇朝を契機に一時と絶えたが、天武天皇の時代に正式に制度として確立し、以後は天皇の代替わりごとに必ず新しい採用が選ばれ、南北朝時代まで続く制度となった。なお、不創略期に初めて大北王女が定められたとあること。 同王女の前任と伝えるスコーデ姫王女との間に、約50年の空白期間があること、その以前の若たらし姫王女、東角王女、岩熊王女、都道王女、スコーデ姫王女が以前に来ていないと考えられることの3点から、スコーデ姫以前の五木の宮は、後世の虚構とする説がある。また、福岡県か谷郡久山町いいのにある、アマテラスコーダイ神宮には、 中愛天皇9年、熊祖制伐の途中、我を祀れば、戦をせずとも、財宝の国を得ることができるという神の託宣があったが、中愛天皇が疑ったために、そのたたりを受け貸し宮で放御。そのことを知った、神宮皇后が、小山田の村に五木の宮を建て、自ら、神主となり、天テラス大臣を祀ったという縁起がある。先代の五木の宮が退下すると、 未婚のうち親王、または女王から候補者を選び出し、貴木,木により新たな五木の宮を定める。新西宮が決定すると、屋敷に直使が訪れて、西宮牧場を告げ、伊勢神宮にも宝兵士が使わされて、西宮は直ちに決裁に入る。宮城内の便所が牧場で定められて、大代理の電車が五木の宮の決裁所となる。これを、書彩委員と呼ぶが、 その場所は、雅楽寮、苦内省、主電寮、左右この F などが記録に残る。西宮は、書斎委員で一年間再開生活を送ると、されているが、もっと短期になる場合も多い。野宮神社。黒木鳥居と腰葉垣が、かつての風情を伝える。当出発する、五木の宮の軍業西宮歴史博物館西宮の、巨室西宮歴史博物館書斎委員での決裁の後、 翌年8月上旬に入るのが野宮である。野宮は、境外の正常な地を牧場し、西宮のために一時的に造営される電車で、西宮一台で取り壊される習わしだった。西宮は、書西院に引き続き、この野宮で再開生活を送りながら、翌年9月まで伊勢下校に備えた。なお、野宮は黒木で作られ、このため、黒木の鳥居が、 野々宮の象徴とされた。源氏物語では、前東宮と六条宮こ所の間に生まれた、姫宮が、青井町で五木の宮となったため、六条宮こ所が、それに堂々することになり、坂城町でこの野々宮が光る源氏との別れの舞台となり、後に、の野々宮のの題材にもなった。書斎委員、野々宮を経て3年目の9月、野々宮を出て、みそぎの後、 宮中で軍業の義に臨み、伊勢へ発行する。ただし、口術、大下のように歴代の西宮すべてが軍業を行ったわけではない。史跡、西宮和と西宮寮の復元も経伊勢での、伊木の宮の生活の地は、伊勢神宮から約20キロメートル離れた西宮寮であった。普段はここで寮内の時殿を擁拝しながら決裁の日々を送り、年に3度、 三次祭に限って神宮へをおき神事に奉仕した。西宮量には寮か白いか総勢500人余りの人々が使え、137ヘクタール余りの敷地に5番の目状の区画が並ぶ大規模なものだったことが遺跡の発掘から判明している。特筆すべきは緑色、または青色の上薬が施された陶器の湿度であり、色に何か意味があった可能性も考えられる。 なお、西宮跡は昭和45年の発掘調査で、その存在が確認され、同54年に国の史跡に指定されたが、その後も発掘中である。三次祭は、下宮では、各月の15.16日の、内宮は16.17日の両日に行われるが、西宮はその二日目に参加し、太玉串を宮寺から受け取り、水垣五門の前の西側に建てる。 また、2月の記念祭、11月の新亀祭りで、多岐、渡来の両神群内の115座の神々に、平白を分配する。西宮が任務を終えることを、奈良時代から平安時代中期までは大出と称したが、その後は大下、または下座と言った。西宮の大下は、通常、天皇の宝御あるいは上位の祭とされるが、それ以外にも、西宮の父母や、 近親の死去による意味も、決裁中の密通などの不祥事、また、災害の皇居による大下もあり、所災院やの飲み屋での決裁中に大下した、五木飲みも多い。なお、伊勢での在任中に皇居した場合は現地に葬られた、らしい。大下の後、前災害は、数ヶ月の間、伊勢で待機し、準備が整った後に、法芸師に伴われて帰京した。 貴郷の童貞は二通りあり、天皇上位の時は、軍領の王路と同じ鈴鹿峠、大見炉をたどるが、その他の教授の場合には、伊が、山和寺を経て帰還するのが通例であった。どちらの皇帝も最後は、船で、淀川を降り、何和ずで、禊の後に、火曜宮を経て入教した。また、スコーデ姫王女以前の五木の宮はスコーデ姫王女が、任を終えて、 桂木野に移ったと記されるのみで、若たらし姫王女を除くと、他の五木宮のその後は不明。単なる記載漏れか、当然帰るべきところがあったので省略されたか、それとも、スコーデ姫王女の移転先である、桂木野の記載が、他の五木宮の移転先をも代表していると見るか、様々に推測できる。大下後の前五木宮のその後はごく数人を除いて、あまり知られていない。 律令制では、本来、内親王の婚姻相手は皇族に限られるため、奈良時代までは、大下後の前、五木宮が嫁いだのは天皇もしくは皇族のみであり、平安時代以降も内親王で進化に降下したのは、政子内親王ただ一人であった。また藤原道政と密通した東古内親王は父三条天皇の怒りに触れて、中を裂かれており、 結婚は近畿ではなかったらしいが、多くの前、いつの宮は、生涯独身だったとも思われる。ちなみに、大下後に受大を果たした前いつの宮に、井上内親王、酒人内親王、朝原内親王、騎士女王の四人がいるが、井上、酒人、朝原の三内親王は母子三代にわたり、再遇となりかつ受大した。陰世期には、 未婚のままで天皇の順母として筆魔皇の皇后、さらに女院となる内親王が現れる。この発令は白川天皇の学娘古内親王であり、彼女は最遇経験者であった。以後これに習い、最遇、または最院から順母立皇子女院となる例が五木宮のや及び最院制度の途絶まで見られた。平安時代末期になると、自称、樹栄の乱の混乱で、 五木の宮は一時途絶する。その後に復活したが、鎌倉時代後半には牧場祭と大勝ちとなり、自明院島の歴代天皇においては置かれることもなく、南北朝時代の幕開けとなる演元の乱により、時の五木正子内親王が訓業せずに、野宮から退下したのを最後に途絶した。神に仕える西宮は穢れを避け、また仏教も、禁忌とするため、それらに関連する言葉が、 意味言葉として禁じられた。演技式の巻、第五の意味言葉上に次の通り記されている。うち七ことは仏教用語、外七ことは汚れの言葉である。およそ意味言葉、うち七ことは、仏を中語と称し、京を染神と称し、唐を阿領良うと称し、寺を河原武器と称し、僧を神長と,と称し、二を女神長と称し、時を 片前と称せよ。外七言は、死を、名保留と称し、病を、やすと称し、国を、潮水と称し、血を、汗と称し、田を、なでずと称し、肉を、金と称し、墓を、上と称せ。また別の意味言葉は、道を、高年と称し、乳足を、角はずと称せ。伊勢神宮と五木宮のお袋がある、自治体の一部などが、 採用の道歴史解読活性化協議会を作っている。ありがとうございます。